チーズ選手権やったっけこれ。ああ二頭二頭。すごいね。ナレッジ優勝ワンピースナレッジキング優勝久しぶりエゾさんに足りないもの分かりましたんで私は、ね、いっぱいありますけどそんなズバリワンピ愛足りない全然好きじゃない、ワンピースのことそれはあると思う足りてない足りてないそれはあるんじゃない上位勢すごいよ本当に上位勢ですナレッジキング上位勢すごいよ上位勢すごいキリさんいやワンピースの先生って言われてるらしいよ。ああ小学校の先生やられてるから小学校の先生、ね、子供たちにねワンピースの先生第2回王者キリさんがねそういうワンピアイってことで、うん、ワンピアイがあれば、うん、なんか巷によくいる、うん、ワンピース読んだことないとかワンピースちょっと毛嫌いしてるやついるでしょなんか長いみたいな、うんいや今更読めまあ言い分としてはそういうとこやろ、ね、ああいうやつらに読ませることができると思う、うんワンピ愛さえあれば愛さえあれば伝えれるとそうおすすめできるまあそこはあるかもねワンピース興味ないやつに興味持たせることができるとキリさんなら絶対できるできるそれ今日やっていきたいと思いますいやー必要なのかもなお願いしますなるほどねここに一巻がありますこれを置いときます私があれやりますそのワンピース興味ない男あもう演じてくれるって演じますいるからこういうやつ演じるんで本当にいる人やってくれるのね僕におすすめしてワンピースいいところを言っておすすめしてもらって僕がこの一巻を手に取って読み始めたらあなたの勝ちああいやいやいやそういうこともう俺興味なかったら読まないこれいいっすよ全然やりますよ僕いいっすかじゃあ、はい、お願いしていいっすかカンじゃあカンもらっていいっすかカンカンマークカンマークおはようありがとうございますそんなカーンとかじゃダメよカンいやちょっと短くないカン知っとカンって何ゴング、ゴング、ゴング、パーン。あ、カーン。カーン知っとう、ほんとに。はぁカーンダメ。カーンダメ。全然違う。じゃあ、お願いしますねー。うわぁ、いった。ポキン、ポキン。なんでお前が気合いと出るの？お前はゼロで追ってる。じゃあ、お願いしますねー。うぇ、反対がマンガじゃねぇ。うぅ、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 無理よ。え、ワンピースって読んだことあったっけ？ないそれ。ちょっとごめんなさい。喋れる人でいい。ねふねは俺もう何言ってもそれやと思う分かったごめん喋れる人普通に友達ねここはオッケーオッケーオッケーはいピースあれさ今ワンピースマジで熱いっちゃけどさ本当に呼んでほしいっちゃけどさ俺なんかついてるなんかごめんなんかどうした今日なんか変やんあーごめんワンピースワンピース今もうマジでまあずっと欲しいんだけどみんなうるさいワンピースファンがいやお前なんか読んでないやんもうなんなら俺の中で読んでないで有名全然、ね、読んでないって絶対楽しくないでしょこれさ今がいいよやっぱ今入るのがいいいやだってこれ一巻書うん今俺と思ってきて今何巻まである今106巻が出たやっぱ違うしかもこっち亀、ねうん、じゃないでしょ1話完結じゃないでしょもちろんずっと続いたいや全部同じな話が106はい、あなたが今、危惧しているものすべてワンピースの利点ですこれ106巻全部1話完結じゃないこれによって積み重ねられたこの主人公ルフィのこの歴史が106巻あるこれはワンピースにしかないこの ルフィがこのこいつ手長い人そんな人おるんや手長いやつまだそんな人おるこれ令和でこれ、うん、この緑のやつも手伸びてないみんな手伸びる漫画うん、いや、そんな人じゃないよ。手伸びる人は知っとんや。はルフィ。わかる。ルフィね。うん。ワンピースじゃないこれが、こいつが。いや、ワンピースのことルフィって呼ぶ女子おるけど。いや、これがルフィ。ワンピースっていう漫画。足伸びる人は足伸びる人なんておらん。ルフィ以外伸びんけん。スーツの。サンジ足伸びるねって言ってくるやつおったけど昔アニメだけ見てえサンジってゴムゴムの実じゃないとって言うやつおったけどごめんその時代やめれんもう令和やん平成の中盤あたりおったけど、うん、
ね、うん、ワンピース、うん、どう？じゃあハンターハンター好きなやつでやるね。あ、今ごめん、何？中間？中間。今もう、今俺。あ、今俺、今ワンピ大好き。切り替えが申し訳ない。今ワンピ大好き。ワンセットすんだのね、うん、ハーフタイムね。はい、使いました。まあちょっといけそう？無理？いや、俺まだ何もワンピのちょっと魅力を伝えれてない。聞いていい？じゃあ、うん、聞く人ね、友達とか言いようけ、友達みたいに喋っちゃってるけど。あ、友達やめよっか。友達やめよう、うん、一回。僕はワンピースを勧めに来ましたっていう人と、はじめましてのあなたで。うん、オッケー。じゃあ、行くわ。はい、失礼します。あ、はい、こんにちは、どうもありがとうございます。このワンピース普及部屋へ、はい、ありがとうございます。ワンピース今日来られたってことは、やっぱあんま好きじゃないというか、読んでないってことですね。知らないというか、はい、そんな方にやっぱりワンピースって読んでもらいたくて、僕ちょっと個人的にやってるんですけども、うんうんうん、どうですか、ワンピースってどういう印象あります？長い。うん、なんかちょっともう分かり、もうなんか追いつけないなっていう。今から106巻読むことへの重圧というか、まあ、ありますありますよね、はい、まあ時間費やしますよそれは、うんうん、どうでしょう、例えば10巻しか出てない漫画と捉えてこれを、はいはい、ワンピースはこれ10巻までしかまだ出てません、うん、この世の中には、はいはい、ちょっと一回入れてもらって、それ10巻まで読んでみましょうか。まあ、10巻だったら読めますよ、ね、確かに1日2日で、はい、これ10巻で虜になります。で、そこでもしあの、やめたかったらやめてもいいんです。それはもうあなたワンピース好きに入れますね。10巻まで読みます。あ、ワンピース面白かった、僕これで十分なんです。で、もしその後のワンピースに興味が出た時に11巻からまた始めてもらえれば、うん、でも11からまた106まであるってことですよね。あります。いや、ちょっと長いです。その場合どうでしょう、あの11巻から20巻しかない漫画と思ってもらって、はあ、20巻まで読み切るって、ここだけを集中してもらえれば、はい、106巻を見るからあの遠いんですよ。なるほど。これ僕がなんでこんなに言うかちょっと一回聞いてもらっていいですか。はい。ワンピースって面白いんです、これ。ね、はい、みんな言いますね。じゃあ、そう思ってます、ワンピース面白いんだろうなって。あ、面白いんだろうなとは思いますよ、ファンが多いんで。そうですよね。そしたら面白いものが106巻も続くってすごい貴重なことじゃないですか。そうですね、確かに。どうです、あの、どういう面白みがありそうですか、ワンピースって、あなたから見て。まあ、よく聞くその、まあ、泣けるとかは。泣ける、はい、泣ける、友情、はい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 、そういうものがありますね。まあ、仲間だったり、まあ、夢、うんうん、ざっくりそうですね。そういうものが詰まってるのは確かなんですが、泣けるものを勧められた時ちょっと、いや別になんか泣かせに来られてもなって思いません？ああ、思います、ね、ありますよね、はい、こうワンピースって常に笑えるか泣けるかかっこいいか衝撃か、もうどれかが常に来るんですよ。だから別に不意に泣けた、あ、うん、なんか笑ってたら急に泣けたとか、うわ鳥肌立つシーン急に来た、これがこのワンピースのオールマイティーなところ。ほう、はいはいはい。これどうです、なんかちょっと印象変わりません？泣けるって聞くだけよりちょっと、そうですね、そうですね。なんかどうです、手に取ってみて、なんかこう実際持ってみた感じとか。おお、なんか思ったより軽かったりしません？軽いです。うん、なんか実際持ってみると印象変わったりするんですよね。今の時期とかいいかもしれないですね。そう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 、暑い時とかやっぱこうペラペラした風が来ますし、やっぱ冬はやっぱ使えないですよね。いや、冬もいいんですよ。冬は冬でいいのが、あのこたつの中で温まってる時にやっぱ開きやすい、この血流がこう巡ってる時に開きやすい作りにはなってますね。リバーシブルじゃないですよね。いや、あのリバーシブルでもいけます。逆から読んでみた場合、はい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 、あ、この人って最初こういうこと言うんだっていうこの衝撃、これリバーシブルでも使えますね。あ、本当にあの春夏秋冬、もう本当幅広く使えるものに、重ねたりとかはできます、できます。重ねる、これ3冊こうバッてスローテープで止めてバーって読むと一巻は長くないみたいな、このなんかあれみたいな、ハイになれるっていうのがあります。これはもうもちろんもちろん重ねていただいてもいけますね。ちょっとすいません、うん、読みます。はい、あ、読みました。
クリアということで、この人はうわー、読んじゃったな。ありがとうございます。読んじゃった。1人目クリアですね。まあ読んじゃったわ。そうね、結構受け入れ体制で入ってくれたしな。まあまあちょっと気が弱かったね。そうね、押し通せたね。ちょっとそうです。まあワンピアイで押せたかなっては思う。うん、なんかでも、うん、そうね。で俺こういう服屋嫌いやけどね。俺服屋みたいやな。俺こういう服屋めちゃくちゃ嫌いやけど。あ、そうな。服屋やめようか。ずっと。うん、やかなんかやばい薬進める。洗脳の喋り方やって。うん。こう、でも洗脳されただけ俺今。洗脳されやすい子やった俺が、ただね。洗脳しちゃうんやね。確かに。愛でやっぱ来ないとね。ちょっと。で次ちょっと女性行くわ。ああなるほどな。女子か。まあおるよな、ワンピース読んだことない女子なんて。女性行くわ。少女漫画欲しいよね。あ、恋愛好き。恋愛はそうですね、まあ多少は。イケメンが好き、もしかして。あ、そういうわけでもない。まあ、漫画自体あんま読むのがそんなにっていう。あ、そっか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 。